家の上杉幹事長にお伺いしたいんですけども、上杉さんはファウンダーとしてたくさんの組織を立ち上げてこられたと思うんですが、今まで政治団体の、トップというか代表になることはなかったと思うんですが、今回ゴルフ党の代表に聞かれたその心境と、あと、3月の千葉県知事選に N 国家でゴルフ党から立候補者を出そうかというようなことを立花さんがツイートされていて、上杉さんの可能性があるということもツイートされているんですけど、その辺についてお聞かせいただきたいます。はい、ゴルフ党の、立ち上げというのは12月の15日に総務省に届けて、届けて、受理されております。で現在は、日本ゴルフ党として正式にありまして、党首が私に運営しております。で、ご覧のおっしゃる通り、各種団体立ち上げました。一般社団もそうです、NPO も、それから公益社団も、作っておりますし、あと株式会社では1、2、3、4、8ぐらい立ち上げておりますね。あとはインキュベーター的にいくつかの組織を立ち上げているという経験からしてもですね、政党の立ち上げというのは初めてなんですが、結論が言うと一番簡単だったと、というのが一つと、もう一つは、私はほとんど関わってないんで、これ立ち上げる。立花さんが立ち上げたものが、途中で、ご承知のとおり、党名が変更になって、日本ゴルフ党がいらなくなったので、手続きしちゃったんで、あるから、じゃあ代表だという、非常に緩い感じですが、ただそうは言ってもですね、意外と評判が良くてですね、日本ゴルフ党が。特に立ち上げの翌日に、新聞第一の国際会議場で開かれた超党派による、ゴルフ議員連盟、プラス自民党ゴルフ議員連盟、ともに江藤首相会長、長谷総理代表と、あとは劉玉民中共長とですね、それから大臣では当日本人参加が岸信夫さん、それから前大臣で政調会長の下村博文さんとか、自民党議員がですね、おそらく20人ぐらい本人出席、大出席を集めると、50人規模でやった、その会に、行きましてですね、そのゴルフ党を作った報告とですね、会長たち、それから日本ゴルフ改革会議というのがありましたが、今月でそれを通じて、その報告、6連覇ですね、それに言ったんですが、大変評判が良かったです。もうぜひ一緒にやろうと。一緒にやるというのは党が一緒じゃないですよ。その目指す方針に関しては、もう賛同するんで、大きな力になるんで、やりたいということもあって、せっかくですから、この党というのは、そういう声がある以上は、使うという言葉はいいですけど、いかして、それで皆さんの感じになった方がいいのかなと。ということで、来年きちんとした活動を整えて発展させていきたいというふうに思います。それで先ほど役員会で大西教授の方にですね、地方の選挙で、このゴルフ党というものがですね、使えるんだったら、逆にね、このゴルフ党推薦、あるいは支持でもいいですし、あるいは公認というのも、政治団体ではありますけど、可能ですし、来月だと、今いる黒瀬さんとか、戸田も、いらし、新選もありますから、そういう形でゴルフ場がある、地方の議員がたくさんあると思います。そうすると150キロとか200キロで当選ラインがあるんだったら決してマイナスにはならないんですけど、そういう意味ではゴルフ場というものを、広げるということで、N 国の、党員のみならずですね、他の党もそれこそ自民党さんだろうが、公明党さんだろうが、そういうところからの推薦依頼も受ける形で発展をさせていくことで。そして、質問ちょっとずれましたが、ジュニアスゴルフ党という組織を立ち上げた政党は初めてなんですが、非常に簡単なということです。はい、あと、知事選ですね。あ、知事選、千葉県知事選。はい。従来はいっぱいのあるところでしか、選挙に出ないという話をされた挑戦ですね。東京や山梨は出るけれども、他のところでは出るようではないけど、千葉は結構、関根さん自身、どういう風に感じるかなと、そういう意味では怒りがあるかなと思うんですけど、千葉の続投に出る可能性があるんですか。おっしゃったとおり、自民党選挙以外は決まっていないということと、あと、現職がいる自民党選挙は出ないということで、今回は森田新理が主催であるんですが、ただ先ほどちょっと話したんですけど、個人的にはですね、熊谷町が出馬を先に非常にコロナ対策を含めて若くていい政治を支持者が見ているので、特に現地では動かなかったんで
熊谷さんもそうですが、千葉の台風19号ですね。その中で、評価しているので、まあ、彼がね、本当にいい研修になるんだといいなという個人的な思いはあります。ただ一方で、運動プロの戦略の中で、研修戦というのは、まあ、規制の大きな対応だというのは、当時の方もずっと先生でお伝えしているので、まあ、その中でね、新しい放射線を探すということに関しては、いろいろ力を尽くしたいなと思います。で、私自身が、比較するかしないかということは、基本的には考えていない。ただ、党の命令とか、そういうような、加盟を下された場合、今ちょっと、叶えた島やるかどうかというか、見逃されて、ちょっと考えますが、あとはゴルフ場に関してはですね、非常に千葉多いですね、千葉の市原市なんですけれども、ただ、ゴルフ場のいわゆる、まあ、政策からするとですね、ゴルフ税の撤廃というものがある以上、なかなかそのゴルフ場の経営者たちからはあまり関心、評判が良くない。つまり、そこに総務省の税金ですから、実際の方が入っている。その一方でね、ゴルフ場で働く人たちにとっては、やはり政府というのは、自分たちの生活の一部になっている。キャリーさんやレストランや、グリーンキーパーという。そういう意味では、一つ大きな票の集めるようになったと思っております。ただ、ご存知のほどの大きなレベルでは、全く立ち入りしないと、その辺は 10% いくのかといういろいろ考えをまとめていきたい。他に何かご質問とございますか。印象に残っているものは多々ありますけれど、まあ、一番と言われるとやっぱり1月30日の質問で、まあ、質問終わった後に麻生大臣の方から駆け寄ってきてくれて、まあ、お話することができた、まあ、最初の質問というところもあって印象に残っています。ありがとうございます。その後に麻生さんの接点はあったんでしょうか。まあ、おかげさまで、まあ、国会内外で、そうですね、例えばどこかで、ね、すれ違うときとか、ある会合に出たときに、麻生さんと近くにいたとかは、声をかけてくださることがあります。ありがとうございます。